ない。調査したおかげで判明したじゃないですか。よろしいですか。逃げ場のない密室に閉じ込められたというのが紛れもない事実だということが。怖い怖い怖い。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速ね、前園さんの話を聞いていこう。これで最後なんかな。キリギリちゃん本当におらんの。私はこの食堂を調べていたんですけど、奥の厨房にある冷蔵庫の中にびっしりと食材が詰まっていましたよ。よかった。お、どうやら食料の心配はなさそうです。それは次から次へと補充されていく感じ。いくら豊富でも15人もいたら何日持つやら。あ、補充されんな。あんたはごまでも食べてなさいよ。なんでごま。僕は鳥。心配いりませんよ。冷蔵庫には毎日自動で食料が追加されるらしいんで、とモノクマさんが言ってました。え、現れた。あったの。冷蔵庫を調べたら飛び出してきて、それだけ言ってまたどっか行っちゃいました。本当にどこにでもおるね、神出鬼没。ラジコンとは思えないスピードでした。ラジコンなのか。それ神出鬼没の動くぬいぐるみ兵器って怖いのか怖くないのか微妙な設定だね。でもまあ一応あれなんやろ、ここでおとなしく過ごす分には向こうから危害を加えられることはないのね、きっと。あの高速違反をせん限り。でも大丈夫だった。クマに食われそうになったりしなかった。でも、まあ、ここで一生暮らしていくっていうのを飲み込むとすれば、特に何事もなく安心安全に一生ね。あの食べ物も常に補充され、働かんでもいいってことかな。いやでもやだな、ずっとコロナ禍は。食われる。ねえねえ、それってどういう意味で。食われるってどういう意味で食われる。どういう意味って、一つ以外に何かあるんすか。ちょっと腕アグレッシブすぎんだろ。タチの悪い酔っ払いかよ。実際つうかタチのいい酔っ払いなんていないべ。ちょっとあんたらふざけてんじゃねえよ。寝ぼけてんの。私らは監禁されてんのよ。いつ殺されてもおかしくないのよ。その女の言う通りだ。ふざけてる場合じゃねえぞ。マジでなんとかしねえとよ。と言いかけた大和田くんの言葉を遮るようにしてその声は上がった。ずいぶん騒がしいのね。ふーん、キリギリちゃん来た。よかった、誰も死んでないね。まだ余裕があるの。それとも現実を受け入れてないだけ。というやつは。キリギリくん、今まで何をやっていたんだ。とっくに会議は始まっているんだぞ。すると彼女は無言のままテーブルの上に一枚の紙を投げた。何？え、これって希望ヶ峰学園の案内図らしいわよ。希望ヶ峰学園の案内図？案内図？なら用意されとった。待て、どこでこれを。さあどこだっていいじゃない。何なのだ。いいことあるか。激しく気になるじゃないか。そんなことよりさ、この紙にどんな意味があんの。どうやらこの見取り図を見る限りだと、今私たちがいる建物は希望ヶ峰学園の構造と全く同じみたいよ。あ、そっか。え、みんなはまだここが希望ヶ峰学園ではないという前提で話しやんか。何を言ってんだとしか思わんかったけど今。つまりここは正真正銘希望ヶ峰学園ってこと。そうね、構造だけはね。でもいろいろと妙な改築は入ってるみたいよ。改築でも詳しいことはわからないわ。手に入れた見取り図は1階の分だけだったから。でも本当に希望ヶ峰学園だったんだ。他の場所に連れ去られたわけじゃなかったんだ。そんなバカなことあるかよ。こんなところが国の将来を担うエリートをされてる学園だ。でもここが希望ヶ峰学園なら他の生徒たちはどうしていないの。まあ私はオープニングの前に見たからな、なんかロケットで吹っ飛ばされよるの。もうやめんべ、そんな暗い話ばっかし。でも葉隠れくんは心配じゃないの。僕らのこの状況がさ、うん、心配？何の心配だべ。だってこれって希望ヶ峰学園が計画したドッキリイベントだろ。実際こんなんでいちいち動じてたら口からエクトプラズムが出るって話だべ。いつまでもいいよりよね、なんかサプライズ説めっちゃ信じ込みたいってことなんかな。家宝は寝て待て、要はゆっくりイベントの終了待ちゃいいんだって。なんだ、何か知ってるのか。
あんたは何を笑ってんのよ。よかったですわね。皆さんで手分けして調査した甲斐があったようですわ。あんた話聞いてた？どこに調査の意味があったのよ。まあ調査の意味があったのはキリギリちゃんだけな気がするけど。逃げ道も見つからず、犯人の正体も不明のままで。アナン、調査したおかげで判明したじゃないですか。よろしいですか。逃げ場のない密室に閉じ込められたというのが紛れもない事実だということが。怖い怖い怖い。彼女のその言葉に僕らは黙るしかなかった。認めたくない現実、でもそれこそが僕らの目の前の現実だったのだ。言わないでよ。忘れようとしてたのに。無理やろ忘れるの。出口もないところに閉じ込められて、どうすればいいの？簡単なことだ。ここから出たければ殺せばいい。やめろって。もうなんか誰が殺すかな。余裕がある人間とか強い人間よりもなんか弱くて余裕がなさそうな、あのメガネの女の子やりそうじゃない？ちょっとああいう子が真っ先になんかビビってやりそうな気がする。逆に皆さん落ち着いてください。もっと冷静にこれからどうすべきか考えましょうよ。なんかいい方法ねえのかよ。適応ですわ。ここでの生活に適応すればいいのです。それってあの子は事なかれ主義的な感じか。ここで暮らすことを受け入れろっていうの？お分かりですか。適応力の欠如は生命力の欠如。生き残るものは強いものでも賢いものでもありません。変化を遂げられるものだけなのですよ。この子はなんか生きるためやったらその条件を受け入れそうな感じ。でも、ね、自分の手も汚したくないみたいな感じするよね。実はそれを踏まえた上で私から皆さんに提案があるのです。提案だと？閉じ込められている以上、私たちはこの場所で夜を過ごさなければならないわけですが、皆さん夜時間に関するルールは覚えていらっしゃいますでしょ？夜10時から朝7時までを夜時間とします。夜時間は立ち入り禁止区域があるので注意しましょう。ここも立ち入り禁止区域に入ってる？就寝は寄宿舎エリアに設けられた個室でのみ可能です。他の部屋での恋の就寝は居眠りとみなし罰します。寄宿舎エリアの個室は鍵がちゃんとかけれるんよね。だったら寝るときには必ず鍵をかければ大丈夫やと思う。この夜時間に関してなのですが、もう一つルールを追加した方がよろしくありません？ルールの追加って？夜時間の出歩きは禁止。以上です。高速では夜時間の出歩きは禁止しておりませんが、そこに制限を設けるのです。はぁ？なんで？よろしいですか。このままですと私たちは夜になるたびに怯える羽目になりますわ。ひょっとすると誰かが殺しに来るのではないかと。でも かけれるって言ったよね。これがもしかけれんのやったら、何？狼ゲーム的な、すごいなんか恐ろしさがあるけど、それはないんやって思った気がするけど違った？そんな疑心暗鬼を抱いたまま夜を重ねていけば、すぐに憔悴しきってしまいますわ。なるほど。その防止策として夜時間の行動に制限をかけようというわけか。ただし高速と違って強制力はありません。皆さんのご協力次第となりますが。仕方ないっしょ。でも私は賛成かも。そこのゴスロルの言う通りっつうか、ルールを設けないか友達になれそうですし。行きたまえ。僕も男子を代表して賛成しよう。は？勝手に代表。いいですわね。皆さん賛成いただけたようですね。よかったですわ。でもなんかね、あの夜食みたいなの取りに来る子がおりそうな。でもここは立ち入り禁止区域に入るんかな。では私はこれで失礼しますわ。どこ行くの？もうすぐ夜時間になりますわ。その前にシャワーを浴びておこうと思いまして。あーそっか、夜時間になったらシャワーは使えなくなるんよね。ごきげんよう。セレスさんは優雅な足取りでそのまま食堂から出て行った。もう別にあの授業とかがないんやとすれば、朝起きて入ってもいいような気はするけどね。それは他のものに止める隙すら与えないような、ごく自然で当たり前の行動のようだった。ものすごい割り切りようですな。この場所に泊まることに何の疑問も抱いていないような。適応力か。どうすんの議長。一人いなくなっちゃったけど。では、今日の会議はこれくらいにしておこうか。でもみんながみんなあの考え方やったらね。
分かったか。この先も事件は起きんのやろうけど、なぜなら夜時間まで間もなくだからな。僕らも明日に備えるとしよう。本当にこんな場所にお泊まりするしかないの？仕方ないっしょ。寝なきゃ体力削られるだけだし。やれやれだぜ。今日のところは諦めるしかねえな。でもなんか必ず誰かが死なんかったらいかんわけじゃないね。みんなの判断に任せてくれるし、拘束を破らんかったら特に危害も加えられなさそうやし、食料も補充されるし、なんかあのね、狼ゲームを一通りこう見てきた私的にはすごく何いいんじゃないかと思うけど、誰かが変な気を起こさんかったら誰もしないよ。今日はそれでいいとしても、明日からはどうするの？やはり要は自分だけが助かればいいみたいな人がおれば事件が起こるのかもしれんよね。今日のように手分けして調査を続けるほかあるまい。何か発見があったら互いに持ち寄ればいい。そうだね、そうしよっか。じゃあ解散ね。私も疲れたし。みんなは思い足取りでそれぞれの個室へと向かっていった。苗木くん、私たちも行きましょうか。なんか途中から影薄かったね。うん、そうだね。自分の部屋に戻ってきた。あ、そうよ、シャワールーム。本当にこの部屋で泊まるのか。そうだ、休む前にシャワールームをもう一度調べておかないと。女子の部屋だけ鍵がかかるはずだったよな。ここの部屋が実は、苗木誠の部屋ではないとかいうことはないよね。表にあれかかっとったし、なんか誰かのとこと入れ替えられとるとか。よし、開けてみよう。ダメだ、やっぱり鍵が。おお、ブブー。個室の中にも入ってくるの？鍵じゃないよ。うわ、リアクションが大げさだな。まるで人を幽霊みたい。あれあれ？いや、この場合はクマを幽霊みたいにが正しいのかな。何しに来たんだよ。苗木まとくん、苗木まことくん、マジヤバだよ。マジカルのヤバさだよ。ウルトラマジカルヤバヤバアタック。そう、何を言ってんだ。実は君の部屋のシャワールームだけドアの立て付けが悪いことが判明したのです。直せよ。ドアが開かないのは鍵じゃなくて立て付けのせい。あのね、お知らせ読んでないんすか？字が読めないんすか？男子のシャワールームには鍵がかからないんすよ。いやけん疑問に思っとったんやん。だって男子のシャワールームに鍵があっても意味ないじゃん。どけ意味なくないやろ。意味なくはないけど、僕はバラとかユリとかには詳しくないんで。とにかくその立て付けの悪いドアを開くにはちょっとしたコツが必要なわけで。なんかここさ、この先何かしら重要な場所になりそうじゃない？なんかそれを利用した殺人事件みたいな起きん？僕はそれを教えに来てあげたんだよ。でもそれを利用した殺人事件ってことは、この個室で起こるわけやけん、もう犯人苗木まことやん。いい？ドアノブをひねりつつ上に持ち上げるようにしながら開けるんだ。はい、これやってみ。ドアノブをひねりつつ上に持ち上げるようにしながら、するとドアはあっさりと開閉することができた。ブブブブブ、開いたね。でもさ、笑えない？君の部屋のドアだけが立て付け悪いなんて。だって超高校級の幸運なんでしょ？それなのに全然ついてないじゃんね。じゃあ僕は唐突な感じで帰るね。でまあ帰るのよりも現れる方が唐突やったけどね。おい待てよ。そう。お、夜時間か、これは。お、放送来た。校内放送です。午後10時になりました。もっとさ、さっきまでみたいにちょっとコミカルな感じでやってきていただきたいね。ちょっとなんか怖い感じがするけど。ただいまより。夜時間になります。ほらもうなんか誰か死にそうな感じするもん。なんかこうお知らせの仕方が。まもなく食堂はドアをロックされますので立ち入り禁止となります。これってさ、夜時間になる前に食堂からあの個室、寄宿舎の個室に夜食を持ち込むことはオッケーなんかな？ではでは、いい夢を。だって夜中お腹すくかもしれんよね。おやすみなさい。夜時間か、
外出は禁止の約束だったよな。今日のところはもうおとなしく寝るしかないってことか。そんな独り言をつぶやきながら僕はベッドへ倒れ込み、それと同時に目を閉じた。眠かったわけじゃないけど、ただものすごい疲労感だった。まるで一日中ぶっ通しで映画を見せ続けられたような疲労感。まあ眠くはない。気絶って言っても、まあ、気絶ってどうなんやろ。途中からは睡眠と変わらん感じになるんかな。ちょっとそこが疑問やけど。自分がフィクションの世界に放り出されてしまったような錯覚。当たり前だ。いきなりこんな状況に巻き込まれて、簡単に受け入れられるわけないじゃないか。こうして、希望がミニ学園の初日は幕を閉じていった。このまま眠ってしまって、目が覚めたら全部夢だった。なんてオチはどうだろう。オチとしては最低だけど、でも最高だ。それが一番いい。まあ、現実的にはね。モノクマ劇場。なにそれ。整った設備、優しそうなモノクマ先生。そんな中でこれからの日々がスタートを切ると思うと、僕はとても誇らしく、嬉しくてなりません。今日は私たち新入生のために、このような素晴らしい式典を取り行っていただき、誠にありがとうございました。モノクマがいいよね、これ。希望がミニ学園の生徒としての自覚を失うことなく、それぞれ新しい自分の理想を目指して、明日からの生活を送っていくことを誓います。こう、なんで生徒側の気持ちを言ってる。まあ思ってないけど、みんなそんなことは思ってないけど。2日目、朝の放送が始まる。お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。7時になったら自動的に起こされるんやね。さて、授業がなくても今日も張り切っていきましょう。朝の放送とかがあるのはいいけどさ、何を張り切っていくんかね、モノクマ的には何を張り切っていってほしいんかね。朝らしいな。窓がないから確かめようもないけど、現実ではさ、もう6時ぐらいになったら小鳥のさえずりみたいに聞こえてくるわけやん。そういうのもないってことよね。うわぁ、朝らしさがない。とにかく、今日はこれからどうしよう。とりあえず、前園さんを誘って、彼女と相談してみようかな。僕の助手だって、そう言ってくれたんだしな。よし、思い切って彼女の部屋に行ってみるか。そう決心を固めたところで、僕は自分の部屋を後にした。なんだなんだ、前園さんじゃない人間が、なんかすごくこちらを見てるけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちなみに今私このね、締めの言葉を言いよる途中で、狼ゲームじゃなくて人狼ゲームの間違いやなっていうことに気づいた今ものすごく唐突に気づいた。狼ゲームじゃないね。何狼ゲームってびっくりないねんけど。